私逃げてきたんです。見たらわかる。母親は出汁から味噌汁を作るタイプの人だったんです。でももう殺したんで。4日未明、不在の話で起きた火事によって全焼した民家から発見された身元不明の遺体は、行方不明となっていた中島沙莉さんのものです。